質問はどうして明るくなったんですかと。ね、まずどうしてまず暗かったのか、なんで暗かったんだと思います？なんかいろいろ嘘とか、うん、嘘ついたり、うん、なんか悩みとかあって、うん、そういうのが嘘ついてはいけないとか、そういうふうに分かってきて、これからなんか心が晴れるっていうか、前は暗くて闇がかかってたみたいで、うん、うん、もやもやしてて。暗くなる一番の原因は、あ、嘘ついたり。嘘ついたから暗かった。うーん、なんでなんで嘘つく。やっぱりいい風に見られたいとか、なんで嘘をつく。うん、いい風に、いい風に見られたいと。そこにいい風に見られたいってことは、そこに我がついている。でも現実はいい風じゃなくて、うん、悪い、うん、そう、ね、自分の中にこう高いところにいる我があって、現実は自分はそうじゃないってなった時に、ね、その高いところにいる自分が低いところにいる自分を、お前はダメだっていうふうに責めるんです。これが暗くする原因だったんですね。ところが明るくなるっていうことはどういうこと。ダメだって思わなくなった。うん、ダメだと思わなくなったから明るくなった。なんでダメだと思わなくなったんですか。やっぱしそれではダメだし、やっぱしありのままっていうかの自分で行こうかなと思ったから。どうしてありのままの自分。なんか今までのダメ自分だと幸せになれないし、やっぱり家族とか拓也とかお父さんのことを考えたりすると、やっぱり私が良くなっていかないといけないかなって思ったから。なんで思えたんですか。なんで思えたっていうのは、ちょっと今日聞いててやっぱし、まあ、なんで思えるようになった。思えなかったんだけど。なんで思えるようになった。なんでまずね、高いところに自分がいるんですか。やっぱしよく見られたいし。なんでよく見られたい。このままの自分で見捨てられるとか、うんうん、うん、そうね、結局ここに立っていたいのは現実の自分だと、ね、見捨てられるっていうふうに思ったから、ね、ところが仏法を聞いて、この現実の自分は何、見捨てられない。現実の自分は見捨てられなくて、現実の自分を、嘘をつくのは何。嘘をつくのは現実の自分を隠せると思ってたから、はい、ところが仏法を聞いていくと、現実の自分は、ね、隠せなくなる、隠せなくなる、うん、隠せなくなるんじゃなくて、もうダダ漏れだったんですね、はい、自分だけこう、なんていうんですか、こう、よくあるじゃないですか、ちっちゃい子がね、かくれんぼするとね、ね、かくれんぼするとこうやってやるんです、こうやって。わかりますか、はい、わかります。こう隠れるんじゃなくて、こうするんです。顔を隠す。顔を隠すと見えなくなる。見えなくなるから、みんなからも見えないんだ。これが可愛いんですよね。これと同じような状態で、こう自分が嘘をついて見えなくなったら、みんなからも見えなくなると思ってたんです。だからこんなものが見えちゃったらね、みんなはひどい風に自分を見てくるんじゃないかと思う。この仏法を聞くと、なんかこの自分の心の奥底みたいなものをこうさらけ出して言われるわけじゃないですか。そうするとみんながね、そんな姿をしてた
なんだっていう顔します？しないです前からそうですよ自分だけこう見られたらどうしようどうしようどうしよう。みんなはねもう分かってるんだ、ひろこさんがそういう人だって百も千も承知ですよ。それね、分かってる。それは仏法で聞いてね、自分の中で、あ、こんな姿をしてる、みんなが分かっちゃったらどうしようとかっていうふうに思ってたけど、みんなは分かってるんです。そうするとね、何のために隠してたんだろうってなるじゃないですか。バカみたいってなるじゃないですか。自分だけ見つかったらどうしよう、みんなから見捨てられたらどうしよう、嫌われたらどうしようっていうふうに思ってた。ところが分かったとしてもみんなは変わらない、温かく接してくれるっていうことには変わらないんだっていうことが分かって、分かって、ああこんな高いところにいなくていいんだ、自分をそのままでいいんだ、そのままの自分を少しでも良くしていきたいっていうふうに思えるようになった。だから明るくなったんです。これはね、その今その自分の自分のね、お粗末な姿をみんなが知っていても、そのみんながね温かく接してくれているからですよ、明るくなれたんです。そうですよ ね、それがね、もうね、自分だけ自分だけこうなんていうの、見つかったらどうしよう見つかったらどうしようっていうふうに思ってた。大丈夫ね、見つかっても大丈夫なんです。それが分かって心が落ち着いて明るくなれるようになった。まだちょっと落ち着きはないんですけど、うん、でもお父さんに言われるけど、でも、うんうん、拓也とかお父さんのことを気に前はしなかったんだけど、うん、気に話しかけたり、うん、することができるようになったからよかったかなと。うん、仏法を聞いて、ね、自分の姿が見えた、見えてその暴露されたりするわけですよね、仏法の話と、あなたこういう姿してますよみたいな感じでバーッと、ね、そしたら「いや、ひろこさんってそういう人ね」みたいな感じで「みんな分かってました」って言って、自分の中だけでそのどうしようどうしようと思ってた。それが分かってもみんな変わらないな、温かいな、なってね、で落ち着いた、そういうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、ありがとうございました。